来たカイアポ畑、こことそれからこことそれからさらにこことそれからこことここと、それからこっちもだぜ。はい、こちら自宅の温室でございます。生き残ったカイアポでございます。冬越しして生き残らせたカイアポなんですけども、こちらとそれからこちらになりますね。こちらの方が多少マシなんですけども、ただともあれ見た通りこんな感じで全滅に近い感じですね。はい、今回も失敗しました。今回の反省点なんですけども、基本的に冬の間極力育てないという風な方針でやってきたものなので、結局温度をやっぱり低めにしちゃったんですね。それで葉っぱをむしってあったことから体力がやっぱり不足してきちゃったっていうのがちょっとあるんですね。そこら辺がちょっと敗因だったということで、で次回は中央塗装さんと一緒にやりまして、で温度管理を少し高めに設定してやるので、次回こそ生き残るかと思います。ちょっと残念で非常にもったいないことをしたんですけども、とりあえず冬の間頑張って生き残ったこちら2つだけでしたね。結構いろいろ苦労したんですけども、残念でした。苦労した割にはちょっと効果が少なかったというふうな感じで反省しております。はい、ということで気を取り直して新規のカイアポの作付けを頑張ってやっていきたいと思います。新たに発芽させて、そしてたくさん増やしていきたいというふうな感じで考えております。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。